皆様こんにちは。元気ですか？今日は私が使った文法書について話したいと思います。学生の時はその学校で出されたそれぞれの文法書をやったんですが、社会人になった後私が使い始めた文法書について話したいと思います。まずはじめに、その社会人になって買った文法、英語の文法書はこれです。フォレスト、結構有名な文法書と思います。フォレスト、こんな感じです。これを使ってやってました。これは結構内容が深くて、ページ数も600ページぐらいあって、これは時間のある人におすすめします。結構内容が隅々まで書かれていて、時間に余裕があるという人におすすめしたい一冊です。これをまずやりました。その次に買ったのがこの聞く英文法っていうものを買いました。アツさんが、英語のアツさんが紹介していたので、私もこれで勉強しました。これはすごいコンパクトにまとめられていて、短時間でも文法勉強ができる、すごいまとまってやりやすい文法書と思います。そのフォレストの後に買ってやった文法書がこの文法書です。短期的に英文法を学びたいとか復習したいっていう人におすすめの一冊です。その次に買ったのがイングリッシュグラマー in use っていう、すべてが英語で書かれた文法書になります。いろんな文法書をやった後に、このすべて英語で書かれた文法書であった方が、成績が上がるのではないかと思って買いました。これはやっぱりすべて英語で書かれているので、ちょっと意味が 100% 入ってこない、ちょっと分かりづらい、解説が全部英語なんで分かりづらい部分もあるので、これはある程度日本の文法書で学んで、文法がある程度理解できるっている人におすすめの一冊です。全部英語で書かれているので、まあリーディングの強化にはなると思います。これが私が買った英文法書です。まあ、それぞれ人によって合う文法書とかあると思うので、それぞれまあいろんな文法書やってみて、自分に合う文法書に出会って、その文法書をやり込んでいったらいいと思います。いろんな文法書をやり込むのではなくて、個人的にはその自分に合った一つ、まあ、二つぐらいの文法書をやり込む方がいいと思います。ではここで失礼いたします。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。失礼します。